第10回スーパーボウルは1976年1月18日にフロリダ州マイアミのマイアミオレンジボールで行われた10回目のスーパーボウル。NFC チャンピオンであるダラスカウボーイズと AFC チャンピオンであるピッツバーグスティーラーズが対戦した。スタジアムをアメリカ建国200年祭の垂れ幕が埋め、選手のユニフォームにも200年祭のマークが付けられた。 スティーラーズがカウボーイズを21から17で破って2年連続2度目のスーパーボール制覇を果たした。MVP はスティーラーズのワイドレシーバーであるリンスワンが受賞した。テレビ中継は CBS が担当した。全米ではアポロ11号の宇宙飛行士が月面に第一歩を踏み出した際を上回る8500万人が感染した。 1973年4月3日、アリゾナ州スコッツデールで開かれたオーナー会議で第10回スーパーボールをマイアミで開催することが決定した。鉄のカーテンと呼ばれる強力な守備とパワフルなランゲームでゲームを支配し、レギュラーシーズンを12勝2敗で終え、プレイオフの第1シードを獲得した。この年からシード制が導入されたので、スティーラーズは第1シードから、 スーパーボウルに出場した最初のチームになった。レギュラーシーズンでカージナルスに NFC 地区優勝を許し、地区2位で終えたが、ワイルドカードでプレーオフに進出し、3度目のスーパーボウル出場を果たした。カウボーイズはミネソタバイキングスとのプレーオフでは、残り時間24秒からロジャースとバックの投げたヘイルメアリーパスをドリューピアソンがキャッチし、 td を上げて、逆転勝利した。このプレーでピアソンはボールを、補給前にネートライトを押していたがフラッグは投げられず、反則は取られなかった。スティーラーズのエース WR リンスワンは、オークランドレーダーズ戦で、ハードヒットを受けて、脳震盪を起こし、2日間入院した。当初スワンは、欠場を噂されていたが、カウボーイズのクリフ・ハリスの挑発的なコメントを受けて、 試合出場を決心した。第1球カウボーイズは、ロジャーストーバックからドリュー・ピアソンへの29ヤードの TD パスで7から0と先制。スティーラーズは、テリー・ブラッドショーからランディ・グロスマンへの7ヤードの TD パスで7から7と同点にする。第2球に、トニ・フリッチがが36ヤードの FG を成功させ、10から7として前半を折り返した。スティーラーズのキッカー、 ロイ・ジェレラはカウボーイズのキックオフリターンを自ら止めたがこのプレーであばら骨を痛めてしまい FG を何度も失敗した FG 失敗直後にカウボーイズのクリフ・ハリスはジェレラのヘルメットを叩いて挑発したがこのプレーに怒ったジャック・ランバートはハリスを引きずり倒した後にスティーラーズの守備選手たちはこのプレーで闘志を燃やしたと語っている第4球に スティーラーズは、レジー・ハリソンが、敵陣エンドゾーン内でパントを、ブロック、セーフキとなり、10から9と1点差に詰め寄った。その後、ジェレラが36ヤード、18ヤードの FG を決めて15から10とリードしたスティーラーズは、ブラッドショーからスワンへの64ヤードの TD パスを、成功、トライホーポイントは失敗したものの21から10と、リードを広げる。 その後カウボーイズはパーシー・ハワードへの34ヤードの TD パスで21から17としたものの最後の攻撃でストーバックが投げたヘールメリーパスをグレン・エドワーズがインターセプト、スティーラーズが2年連続2度目の優勝を果たした。ありがとうございます。